僕の収入一番多いのは今でもボイスかな。ボイスと案件がどっちなんだろうって感じ。また月とか量とかによるんだろうけど、逆に多分みんなのスパチャはね、多分だけどほとんど貯金に行ってるんじゃないかな。見ようか今給料明細。ちょっと待ってね、詳しくはなんかなんとなくぼかすけど見ます。ほんとね、あーなるほどね、うんふん。あでもごめん嘘ついたわ、もうスパチャ YouTube で得る収益が一番多いかも僕収入源今。びっくりした。案件はその量とかさあれによるからちょっと深くてだけど、びっくりした。そうね、ありがとうございます。 YouTube 多分ね動画の再生とかも入るからなのかな。 YouTube ボイスお仕事ぐらいかな雰囲気的には。詳しくはちょっと言わないでおく、なんかあったら嫌だし。多分だけど広告費がでかいんじゃないかなと思う。まあでもね、ボイスをたくさん買ってくれるのめちゃめちゃにありがたい。最近僕も宣伝しなくなったからちょっとしなきゃな、ちゃんとリツイートをしなきゃなと思います。もうね追えないんだよな正直自分のインフォを。僕金銭感覚も多分狂い果ててると思うけど、でもなんかなんだろう、だから1万円が大事なんて理解できないみたいなわけじゃないかな。1万円とかってすごい金額なのはちゃんと分かってるからね。その少ないけどなんて言わない。500円でも嬉しいよ。だって例えばよ、500円をさ20日もらったとするよ1年で。じゃあ500円20回もらったとするじゃん1年で。もうそれでも1万だからな、それってすごい額じゃないですか。俺が狂い果ててるよ。もう本当に欲しいと思ったもの全部手に入る。強欲のグリードみたいなお金の使い方できるからさ、ぶっちゃけ。でも僕ね、あんまね、高い、もめっちゃ高い買い物あんましないからさ。車とか。あんまないから、そんなに、あれだけど。ありがとうございます。あ、メンバーとかもめちゃめちゃでかいわ。てか、YouTube のあれで思い出したけど。ありがとうございます、本当に。